それバンフ TV です。1000人いきました。1000人いきました。皆さんありがとうございます。長かった？いや、2年半ぐらいです。2年半、長い行く感じが短いというか、行く人はピューっていっちゃうからね、そうね。そういう人見てると、なんか羨ましかったりするけど、でもこんなおっさんとこの若造で2年半で1000人って言っても考えられないですよね。江戸が2周回ってるからね、俺ら。そうですね。なんか次のね、バンフ TV 候補者はね、僕の一回り下の子を探してるんですけど、今誰かもしいたら紹介してください、ということで、まあ、皆さんのおかげで1000人行くことができました。ありがとうございます。俺最近家帰ってニヤニヤしちゃうんですよ。もう無駄に、ね、チャンネル開いて、その1000っていう文字を眺めるっていう嬉しいです。嬉しいです。シンプルに本当にありがとうございます。ということでですね、はい、まあ、やっぱ1000人いったということで、何かしたいと思ってね、はい、結構これ半年ぐらい前から動いてたわけなんですけど、やっと形になったと、いうわけでですね、今ここに並んでるやつが僕たちが作り上げた新しいアパレルになります。それの名前もロッキングチェア。ロッキングチェアです、はい。まあ、ロッキングチェアって普通のゆりかごの椅子みたいなやつなんですね。こういうギコギコなやつね、でも、まあ、ここに軸はちょっと遠いから見づらいんですけど、これ Y が入ってるんですよね、ここにね、カナディアンロッキーのロッキー ING チェアなんですよね、まあ、ちょっともじるという。そうだね、はい、カナディアンロッキーとロッキングチェア言ったりしたっていうのを混ぜたみたいな。素晴らしい、それ素晴らしいですね。ちょっと知らなかったのかな。皆さん、あの、勘違いしないですかね、これビーバーです。そう、で、まあ、僕はなんでね、こんな服みたいなの、しかもバンフ TV じゃないのか、まあ、前シンプルに僕が写真見たのはバンフ TV T シャツ誰が買うねんっていうところから始まったわけですけど。いや、買ってくれるよ1000人が。そう、まあ、なんでロッキングチェアにしたかっていうと、ちょっと僕らこれ作るのにあたって気になることがあったわけなんですよね。というのもですね、最近、はい、あの SDGs なんていうのが、要するに早い話環境を守ろうっていうことなんですけども、ちなみに皆さん身近で言うとどういう環境を守る行動をしてますか？プラスチックのバッグを使わなくなったとか。あ、例えば電気自動車に今変えようってしてますよね。でそれで環境が良くなるかっていうと、つまり電気を起こすために火力発電するんでしょ。そうなんですよね、だから見栄え上はすごい電気使って環境守ってる感あるんですけど、実は裏でその電気を作るために火力を大量に焚いてるという、まあ、とりあえず一つ言えることは、人間の活動、人間が使うエネルギーを、エネルギー自体を少なくしないと環境は守れないっていうと思うんですよ、僕は。車じゃなくて電気自動車で、電気スクーターで仕事に、電気にしたところでっていうやつなんですけど、あと観光地なんで大渋滞起こるわけなんですよ、車やったらアイドリング40分以上かかるするわけなんですよね、言ったら。だからまあ電気に変えたことでスムーズにも行けるし、渋滞も減るという、そうだね、僕コストコでね、よくガソリン入れるんですけど、すっごい列なんですよ。あ、その止まってる時はアイドルに消すようにした。ああ、そうですね、それはちょっと気にかけてる、さすがに、ま、それを、まあ、一人一人がちょっとずつやっていくだけで違うと思うんですよ。でそこで僕らが考えたこのアパレルのブランドなんですけども、ちょっと違うところがいくつかあります。まずはこれ、服って大量廃棄されてるの知ってますか？めちゃくちゃ、特にファストファッション、社名は抑えますけども、いつ行っても違う服が売ってるって。確かに。なぜかっていうと、あれ2倍ぐらい作って、あれ半分捨ててるんです、で安く大量に売ってっていうことをやってるんですね。なるほど。そうだからいつも最新のものがある、で安い。だから僕らのこの作った服は、まあ、もうちょっとチョイスの中でしか選べないんですけど、なるべく長く着れるものっていうものを選んでます。で中にはエコ素材のものとかってあるんですよ、実際。ただそれってすぐ壊れるんですよね。そうなんですよ、オーガニックコットンとか使ったやつってなぜかね、すぐねこの辺切れてくるんですよ。だから多少あの化学繊維とか入っててもやっぱり人間の活動を抑える、その廃棄を抑えるってことでいうと、長く使った方が全体的にまあいいんじゃないかって僕らは判断しました。エコっていう言葉に騙されてそれをいっぱい作ると、例えばそのエコ商品もうほぼ毎日来ましたと、1年もして潰れました、こっちの、ね、化学製品入ったやつ買いました、5年使いました、どっちがいいですかっていうことなんですよね。そうですね、だから僕らの製品なんですけど、これ1回買ったら別に買わないでください、長く使ってください。だから僕ら基本的にはなんかいろんなものを毎年作ろうっていう気はないんですよね、お金儲けでやってるわけじゃないんでね、ただまあこういう、あ、もう一個言うの忘れたんですけど、僕ら売り上げからなんと 5%、 そうだね、 5% をまず僕らの住んでるところ、バンフ国立公園に寄付しようって考えてます。
というのも万福国立公園なんですけども、かつては自然のことはよく分かってないんで、かなり自然壊れてるんですね。なぜかっていうと、昔は、この自然を変わることなく次の世代に継ごうということで、ということで何やってたかって山火事消してたんです。それ山火事を消すと何が起こるかっていうと、動物の餌場を作るとか、そういったことがあるんですが、それ消してた。あとは昔ハンティングやってましたから、ハンティングの一番的になったのは鹿です。大きな角があるやつなので、鹿を食べてしまう、動物は、害獣とみなして撃ち殺してたんですね。ということで自然壊れてるんで、今道路もあるし、とにかくバンフって古い国立公園なんで、やっちゃいけないこといっぱいやってるんですよ。でところが日本で水俣病とかあったじゃないですか、はい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 、ドイツの酸性雨とか、はいはい、どんどん環境崩れていって、そうすると人間が住めなくなる、要するに環境が壊れると人間が住めなくなるっていうことが分かってきましたから、各企業努力してるんですけど、バンフ国立公園は家があって、下水道もあって、上水道もあって、もうとにかく人間が8000人も住んでるんですけども、それでもで観光客も350万人400万人来てるわけです。でそれでも自然を守るにはどうするか、その人類のための非常に大切な実験を行っている場所なんですね。ですからまずここに寄付していこうと思ってます。やっぱね、今バンフ のハイウェイとか車で行っててもアニマルオーバーパークやらアンダーパークやらでね、一応動物が行き来できるようにっていう対策を取られたりとか、うん、まあ車が引かないように横をフェンスで覆ってたりとか、まあ、果たしてそれが動物にとっていいのかっていうのは定かですけど、ね、人間と野生が自然が共存できるか、まずそこにまずフォーカスして、寄付していこうっていうことですよね。まあ、ゆくゆくはちょっと僕らもボランティア入ってどういうことをしてるのかっていうのをめで見てみたいですよ ね、うん、それはありますね。あまりにも忙しい、うん、夏はねマジで行きたいんですよ、ボランティア1回ぐらいは。そうだね。あ、そうそう。でちなみになんですけど、これどこで買えるかっていうと、もう全部オンラインです。全部オンライン、はい。でちょっと、迷惑かもしれないですけど、僕ら在庫今いっぱいあるんですけど、これ僕ら自分で着るやつなんで、在庫持たないんですよ。そう、それがねかなり大きいです。さっきケニーさんが言ってたみたいに、大手はいっぱい作っていっぱい廃棄するっていうのあったじゃないですか、うん、やっぱあれがどうしてもこれやってる活動の中のもう本当に許せない、うん、僕ら的にはね。そう、うん、在庫持って、まあ、もうちょっとも少量で売れるかも、売れるっていう鍵ならいいんですけど、うん、まあ、なるべくそういう、もう廃棄になりそうなものは避けたいんで、受注生産にします。全部受注生産です、はい、だから届くの遅いです。3週間ぐらい見てもらえる。2週間、3週間ぐらいかかります。廃棄を絶対に出したくない、うん、これやってる意味ないもんね。そう、本当に意味ない。これがね、ちょっと厚手で、まあ、多分穴開くやつなんですよ、うん、今実験してまして、それで大体どれがいい素材が決まってきたんで、僕が着てるのもこれもね、多分結構簡単に穴が開きそうな感じなので、これはねあんまり飽きそうな感じがしないの で、ね、これも同じような感じですね、うん、伸びるタイプなんで、この辺もね両方大丈夫かな。あ、もうこれちょっとあれかな、いや一緒か、うん、っていう感じで、まあなるべく長く使えるようなものを選んで作っていきます、うん、で、まあ僕ら今こんなん作ってますかって言ってるけど、僕らだけでやりたいと思ってないんですよ全然、うん、もしね、デザインこんなん、そうだね、こんなデザインの欲しいとか、そう、こういう素材がいいとか、うん、まあ、逆に僕、まあ、ちょっとこれ、ね、実験で買った服なんですけど、ちょっとこれパリパリの硬いやつなんですよね、うん、で言ったら壊れやすいもの、この辺と比べると。でも実際中にはやっぱこれがいいって人おるわけなんですよ、うん、っていうのもこっちは長持ちするけど、うん、スタイルがバチバチ出るんですよ、ね、うん、おじさん着ると結構まずいねでこれは服のスタイルが出るんですよね、服の形が出るやつで、あんまり体の形が分かんないっていうやつなんで、もしかして中にはこっちじゃないとちょっとこんなピチピチはダメだよって人がおると思うんですよ。だからもしそういうのがもしあれば、ね、数種類ぐらいは置いときたい。ただその服のタイトルはすぐ壊れるんで、環境には優しくありませんって書きますよ僕らは。え、ここに書くの？いやいやいや、ここに書いたらダメでしょこの服は環境によくありません、うん、書けない書けないまあどうしてもっていう要望があった時には、そうですね、うん、まあ受注生産なんで、それでも全然マシだと思うんで、そう、これを着たくない人はいっぱいいてると思うんですよ、うん、こういうピチッとしたやつね、うん、そこは考えます。コメントいただき、もし、ね、いろんな声があれば、こういうタイプのね、うん、ちょっと硬いのを作ります、はい。で買える、これオンラインなんですけども、これ概要欄に貼っておくのと、あとはバンフィービーのウェブサイトでも、こちらの方にリンク作っておきますので、皆さんよろしくお願いします、ということで、私1000人を記念しまして
こちらのロッキングチェアを作りましたが、はい、これもね、このアイデアが実現するのもね、本当皆様のおかげですね。そうなんですよ、うん、この後ろ盾がなかったらこんなことできないですよ。できない。結構ね、これデザインから結構頑張ったんで、うん、でまあ僕がデザインして、あの翔太がこうクオリティコントロールっていうことで、うん、もう役割分担を完全にしてね、うん、だからこれからケニーさんにはもう5個も10個もデザインを要求していくんで、ちょっとまだかまだかって上げて上げて上げて締め切り決まってる来るんだろうな本当に嬉しいね。でもね、それはそれで、うん、まあね、あ、来る日あるでしょ、うん、ウェブ上がってきてないけどまだかって早く上げるよって言われるでしょ、うん、そう言われる感じでまあまあこれね、いろいろ、まあ、いろんなことトラブルもあるかもしれませんけど、よろ、ね、知れ長くよろしくお願いしますということで、はい、じゃあ旋回記念、はい、本当にどうもありがとうございます。ちょっと考えたいことがあって、あの、さっき言ったみたいに自分たちだけでやってると思ってないわけなんですよ、うん、ゆくゆくは、まあ、これも要望があればなんですけど、ちょっと会員なんか何て言うのか分からないけど、コミュニティみたいなのを作って、うんうんうん、ね、こういうデザインが欲しいとか、実際デザインを作ってくれる人とか、うん、まあ、いろんなそのチームを僕は作りたいと思う。なんかみんなで参加型で環境を守りながらこういう活動をしたいなと思ってるんで、うん、大きくなれば大きくなれば、その声は大きくなるから、うん、あの、もしだから、あの、今ちょっと入ってみたいかもとか、うん、こういうデザイン作りたい、私デザイン作れますとか、うんうん、協力したいですって人、どしどしコメント欄コメントください。よろしくお願いします。それでは以上、バンク TV でした。